الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. God has marked the landmark with his own symbol, a landmark which was made of circle and square. When viewed from the sky, everyone knows it is his land. That is to say that God himself did the declaration to everyone in the sky that this land belongs to God. 神はその場所に神の印をつけた。丸と四角でできたランドマークである。それは空から見て誰もがわかるランドマークであった。そして神は自らこう宣言した。この土地は神のものであると。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Ni na ki ni pa ra yo. おいおいおい。心の中のリバン、心のポリオなんちゃらほいきこじの旅はよいよいよい。الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about ribbon ring of kingship, which connects Japan with other civilizations in the world. 今日の物語はシンプルです。リボン、つまり短冊のついた王権のシンボル、つまり王権リングについてのものです。この王権リングこそが日本ランドの文明が世界第一の文明であったことを証明します。古代ペルシャの王たちは神から王権、つまり地上の支配権を表す王権リングを授かり、その土地を支配しました。それがここで言うリボンのついた王権リングです。そうしたレリーフはバビロニア、メソポタミア、アッシリアの各地に残っています。が、そんな中、フランス在住のセリ・キムラさんから一枚の写真が届きました。精細な写真です。説明文によると、コスロー王がミトラに王権を授かっている、そうした場面を表すレリーフの写真です。コスロ王というのは、ササン帝国最後の王で、6世紀から7世紀の王です。そのレリーフを見て驚きました。私がかねてより予想していた通り、また動画の中で説明してきましたように、王権リングは和リングではなく、螺旋形、つまり渦巻き型のリングだったからです。ビンゴー！つまりその形が長野県井戸尻考古館にある土器のリングと形、そして飾りが一致しました。私はかねてより井戸尻のその土器は土器ではなく土偶の一部であると主張してきました。もうそれから3年になります。そしてそこに表現されているリングは王権リングの一部であると主張してきました。それも3年になります。セリ木村さんから届いた写真は、私の仮説を説明、あるいは証明するためのものであったのです。それを今日、この動画の中で皆さんにお見せすると同時に、これでまた、日本の縄文文明は世界に先駆けた、世界第一の文明であった、という説をさらに補強することができました。つまり、物的証拠を手に入れることができました。画面を見ながら説明します。この写真がですね、セリ木村さんから送っていただいた写真です。精細な写真ですね。そして、右にいるのがミトラだそうですね。説明文によれば。それは多分そうだろうと思います。トルコ独特のケープを身にまとっています。そして、中央の王にですね、リングを渡しています。この、リーフそのものはですね、その王がですね、自分の権威を飾るために作ったレリーフですから、当然中央に自分を置き、左右に神々を置いたものと思われます。右にいるのが、説明文によるとですよ、ミトラ。そして、左にいるのがアナヒータ、つまり、ミトラの、母親でもあり、姉的な存在でもあり、また、ザラスストラの妻ということになります。これが今証明しました、渦巻き型のリング。ここに注意してください。今日のポイントはここですよ、皆さん。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴです。私が予想していた通り、王権リングはリングではなく、渦巻き型の模様、すなわち渦巻きだったんですね。そして、この、今、このミトラがですね、このような形で王権リングを手に持ち、そして、今、王に、渡そうとしているところですね。いかがですか？これで証明できましたね。で、右が、今、さっき読みました、井戸尻考古館にある土器です。この頭の部分にですね、こうした渦巻き型のリングが描かれているということですね。このリングの模様はですね、縄文ヴィーナスの、側頭部にも、やっぱり描かれています。すなわち、このリングそのものの形がですね、イナンナ、そしてイシュタールの紋章にもなっているわけです。すなわち、王権を授かったという紋章なんですね。そして、これをミトラが手に持って、このミトラが持っているところはまた絶妙なんですけどもね、かつて、なりますから、その後対立関係に入りますけども、かつてはですね、縁起も縁理ルも、仲間の神として君臨していたわけです。この模様に注意してくださいね。なんて言いますか、まだはっきりしませんけども、なんて言いますかね、夕方のね、模様が並べてあるということですね。このようにしてですね、左には今度は、ミトラですね。真剣を表す棒、尺を持っています。この棒はですね、今度はその上のですね、私は神であるぞということを表すための、シンボルですね。そして、地上の支配権を意味する王権リングをですね、こうして王たちに渡していたわけです。それを授かった王はですね、人間である場合もありますし、セミゴッドですね、いわゆる半身、半人半衆。半人ですね。いわゆる、なんて言いますか、ハイブリッド型の、神で、人間だった可能性もあります。このように、これはダリウスですけどもね、左が。そして、右が、アフラマザーです。神経を持ってますね。尺を持ってます。日本で言うと、不動明王ですね。が、その尺を持っています。そして、頭の後ろに、このリボン付きの短冊がリングがついているところに注意してください。ここにはかっていうより私はですね、リングがあったはずだということを主張してきました。その証拠の一つがですね、井戸尻にあるこの土器ですね。井戸尻の考古館に飾ってあります。そして頭の部分も見つかっているんですよ。そしてこれがですね、頭にこういうリングがついていたはずだということを私はかねてから主張してきました。そしてそれをですね、今回証明するものが見つかったわけです。この左の像はですね、甲府の県立考古館にあります像ですね。下半分はですね、復元図だそうですから当てになりません。この髪の毛がポコンポコンと出ているところに注意してください。先ほどのアフラマザーの髪の毛と一致します。そして独特な、なんて言いますか、ローブと言いますかね、このガウンのようなものを身につけています。で、腰から下はですね、復元図ですから、こうやってカットしておきます。そして、この頭のリングを見てくださいね。ここにリングがあったはずだ。そして、それはリングではなくて、渦巻き型のリングであるということを、私はかねてから主張してきました。そして、今回、セリキムラさんから送っていただいた写真で、それが証明されたということになります。だから、私はビンゴと言ったんですよ。さあ、神々の土地、それは日本ですね。もともとですね、このリボン付きのリングっていうのは何から来てるかと言いますと、私はこのアフラマズダーの紋章から来てると思います。丸い輪に短冊のようなものですね。下半分の作り方のコンセプトが一致してるからです。そしてそれが日本の前方後円墳となったわけです。空から見てですね、この土地は神々のものであるぞということを宇宙の仲間に示したわけです。そしてそれがですね、まあ、こういった締め飾りになったと。そういうことですね。そしてこのラクスですね。仏教ですが、法具の一つラクス。そしてから、数珠もその中の仲間ではないかというような意見をいただきました。そして下がですね、締め飾りですね。そしてこのような形になって現在の日本に残っているということですよね。まさに日本は神々の国だったんですね。そしてこれもどなたか視聴者の方からいただいたご意見ですけども、相撲取りがね、使うその回しもそうではないかと。そしてその形はですね、マヤへと伝わっていくんですよ。マヤ、アステカ、これはアステカですかね、の王ですけどもね。まあこの回し、と同じコンセプトで作られているということですね。そして、頭の後ろにはこの、いわゆるまあリボン付きのリングがあるということですね。これはマヤ、アステカでは、まあ、あちこちで見つかっています。この頭に注意してください。まあ、腰の、まあ、これ回しに似てるってことですよね。似てると言えば似てる半レベルで終わるかもしれませんけども、頭のリングはそういうわけにいけませんね。丸い輪にリボンです。これはまあ、球体かもしれませんがね。まあ、リングと輪、いわゆるリボン付きのリングだということです。そしてそのコンセプトは、ペルシャの、まあ、現在のペルシャですけどもね、神々の、まあ、それと一致するということですよね。丸い輪に、そして短冊。まあ、これは丸い輪かどうかわかりませんね。紙の皮かもしれませんね。そしてこのリボンがついていると。これ丸い輪にリボンです。いわゆるまあ短冊ですね。そしてこれがまあフラマザーの形と一致する。そしてそれが日本の前方後円墳と繋がっているということですね。まあ、そしてそれがですね、これはメッカですね。カーバメッカの形、それが前方後円墳というふうにまあ形が繋がっていくということです。が、それだけではないんですね。今言いましたように、マヤアステカでも同じようなものが見つかっているということですよね。さらに、後で紹介しますけども、エジプトでも見つかっているんですよね。世界中で見つかっている。すなわちこれが、王権を表すリボン付きのリングであるということになります。そして、まあ、日本でも見つかって、まあ、日本が今中心ですよね。意思的に考えてください。ね、ペルシャとマヤの間にあるのは日本ですからね。そして日本の方が古いんですよ、皆さん。そこを間違えていけませんよ。そしてこれが締め飾りですね。そしてこうした形で、日本ではめでたい日にこうして締め飾りを飾る。そしてその形が一番左の形となって、そしてそれがですね、日本の前方後円墳の形となった。というふうに私は理解しています。まあ、前方後円墳、いわゆるまあ、王権リングの形であるという説は、まあ、林博の説です。そしてこのような形で、宇宙の仲間に向かって、この土地は神々に属するものであるということを宣言したわけです。この形は空からでないとわからないんですよ、皆さん。そういうことで、まあ、この前方後円墳の形を理解していただけたと思いますけど、もともとはこの王権リンクから来ていると。まあ、そう考えるのは非常に合理的なことだと思います。そしてそれが、まあ、マヤ、アステカにも伝わり、そして今これからお見せしますけども、エジプトでも見つかっているということですね。これは日本の、これは矢立てでね、的に使ってますけども、もともとは王権のシンボルではなかったかと思います。そして右下がですね、エジプトです。まあ、このように丸岩に、まあ、あることですね。で、まあ、これは矢の的として使われてますけどもね。それと同じものがエジプトでも見つかっているということですよね。まあ、ちょっと厳しいかなという部分もありますけどもね。まあ、そう、大変よく似てるということですね。で、結論ということになりますけども、もうお分かりですよね。いわゆるまあ、これが、芹木村さんから送っていただいた、精細な写真ですけども、その写真の中に描かれている、まあ、王権を表す、リボン付きのリングですね。リボン、リング、キングシップです。で、まあ、このキングシップを授かった、まあ、王権を授かった王たちはですね、その土地を支配したわけです。そして、まあ、このリングはですね、今までは輪だと思ってたんですけど、これによって初めてこれがですね、渦巻き型の輪であることが分かりました。そしてその形は、井戸尻の、まあ、高校館に飾ってある土器の、まあ、この土器のですね、頭の部分の後ろの、まあ、この形と一致したということです。そして同じ場所にですね、頭の部分も発見されているんですよ。大変興味深いことですね。そうして、まあ、これがですね、まあ、日本がですね、世界第一の文明であったという証拠になるわけです。地球を見てください、皆さん。日本はここでしょ？真ん中にあるんですよ。そして日本の縄文文明は、ペルシャの文明やマヤの文明よりも古いんですよ。歴史があるんですよ。ね。そしてそれがですね、ペルシャに伝わった。いいですか？ペルシャから日本に来たんじゃないんですよ。そして、まあ、日本から今度は環太平洋を通って、まあ、南アメリカ、北アメリカに大陸に伝わったということですね。その証拠も出てきましたので、まあ少し前それを皆さんにビデオで紹介しました。要するにこうして日本のですね、文明というのは世界の中心にあって、そして東西にわたってですね、その文明が伝わっていたと。まあ、そう考えて、どこが間違っているでしょうか。その証拠がこの目ある渦巻き型のリボン付きリングということになります。もう一度皆さん自分の目で確認してください。ここにね、リングがあります。そして同じものが日本の長野県から発掘されてるんですよ。そして日本のリングの方がはるかに精細に精緻に作ってありますね。向こうから日本へ来たんじゃないんですよ。都来じゃないんですよ。わかりますか？日本から世界に伝わったんですよ。ということで、まあ続くビデオどうか。まあ、お楽しみください。Bye for now. Ladies and gentlemen, the New Year is the most important celebration in Japan, and even if they look like simple ornaments, kamikazari is the traditional Japanese New Year decorations, which have complex spiritual meanings for over 2,000 of years. Some are for protection, others for welcoming kami or the gods. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. God has no religion. 祈るということはね、ものを求めることではないのだよ。祈るということはね、魂を求めることを言うのだよ。祈るということはね、それによって自分の弱さを日々に知るためのものなんだよ。その祈りにおいてはね、心のない言葉よりも言葉のない心の方が大切なんだよ。神には宗教はないんだよ。